これまで記憶にない記憶の限りこれを連発し続けて面会したことさえも事実上否定し続けてきた柳瀬元首相秘書官、一点予算委員会での参考人招致ではこれまでに加計学園とは3度面会した。4月2日の官邸での面談では人数は10人くらいだった。総理には何も報告していないなどなどなど、劇的に都合の良い記憶を取り戻したようです。官房長官、柳瀬さん、これね、記憶がない状態からペラペラと証言できるようになるまでね、記憶が戻るっていうのはちょっと不自然すぎるんじゃないかなと私思うんですよ。何か別にきっかけがあったんじゃないかなと思うんです。例えば劇的に記憶が戻るお薬を飲んだとかね、そのような薬が売ってるようなお店があったら官房長官教えていただきたいんですけど。私も教えていただきたいし。ですよね。これぜひ本人に聞いてみたいところなんですけどね、本当に教えていただきたいと思います。劇的に記憶が一部だけ戻るっていうね、これ柳瀬さんね、